チーム赤組の勝利やったね。民主主義って数で勝負なんですけど、味方のふりした敵フレネミーが勝つよりええんちゃうのって私は思ってしまいました。東京15区プラスに捉えております。日本経済新聞2024年4月28日衆議院3補欠選の今日、投票率過去最低を記録、一般の有権者不在の中で選挙が行われましたね。記事によりますと、衆院3補欠選ぶやつの投票率は東京15区 40.70%、 島根1区 54.52%、 長崎3区 35.45% となり、いずれも過去最低を記録した。誰に入れたらええねん、行かないっていう選択になるよな。補欠選ぶやつは低投票率となる傾向がある。出してくるやつが赤くて酸っぱい勢力の人たちだらけやったらそうなるわな。今回は自民派閥の裏金事件を中心に議論が展開されたが、投票率向上にはつながらなかった。行く価値なしって判断したんちゃうの。これまでの参戦の挙の空の最低投票率は東京15区 55.59%、 次に島根1区と長崎3区に続いてんねんけど、パーセンテージ言わない。1996年に小選の挙の区制を導入して、小沢のいっちゃんが導入したんちゃうかったっけ。初めての衆院選ぶやつが行われて以降、投票率が最低だったのは2016年4月の京都3区の補欠選ぶやつの 30.12%。 東京15区は立憲ともさん社会党が勝つに決まってるやんって感じやったわ。立憲の候補を応援してんの、コミンテル日本支部のトップのおばちゃんと前のトップの C のおっさんやったやんか。それにミズポン、福島のみずほさん、社会の窓主義インターナショナルの副議長がついてんねんで。立憲の支持母体、労組はめっちゃ怒ってるかもしれんけど、社会の窓主義インターナショナルと、コミンテル国際共産党、第三インターナショナルの日本支部がついてんねんで、すごいな。有権者、日本国民不在の中で行われてて、誰に入れたらええの、時間の無駄やから行かんとこっていう人が結構いらっしゃったんやろな。私が東京15区やったら行ってないわ。本来選挙は人で選ぶものではなく組織で選ぶものなんですね。私たち日本国民は残念ながら自民しか選択肢がないねんけど、自民の候補でも私こいつには入れたくないって思ったら入れないからね。今回自民が誰も推薦してないの、ちょっと嬉しい。国民の玉金がついた前回不倫で失脚したやつなんて嫌やもんな。立憲の前哨って言われてるけど支持率上がってないねんやんか。組織票っていうか赤くて酸っぱい勢力の票がピャッていって楽勝に勝てたっていうことやんか。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。社会統計の学者さんとお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれました。肩書きが立派すぎる先生。政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？社会党の本質を知りたくなっていろいろリサーチしてたんですけど、土井の高子や村山の富市がとんでもやったんで社会党の本質が分かっていったって感じで、戦時中の書籍では社会党ってええんちゃうかなって思わせてたから全く分からへんかってん。友さん絶対悪で、友さん共産、リサーチの最後の最後の方で今売られてる辞書や百科事典で分かってんけど、社会党も友さんの党ももともと同じ組織やったん。世界各国で王室が潰されて共和国制になっていってんけど、それやってきたんが第1第2インターナショナル、ロシロシで大きな核の命が起こりました。それが成功してレニンのおっさんがマルクス・レニン主義のレニン、あれが第2インターナショナルから第3インターナショナル、コミッテル国際共産党に独立させた。コミッテルの正式名称コミンのテルン、余計なの挟ましてますけど、コミンのテルン消滅したことになってんねんけど、コミンのテルンには指導団体があって、そこが自由なおそうめん屋さんって私呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか特になれない国が、お米の国って書くところ。今現在、てんてんじいさんがやってるところ、雨の理科。私たちが見せられてるものは、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇で、資本社会、ともさん三つの主義があって、三つの主義しかないねんけど、とても恐ろしい計画がございまして、
国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させて、社会の窓主義の世界に誘って、後に共産にしていく、世界を一つにワンワールドっていう計画のもとに今進められてて、うちら有権者は、それを阻止するために、いやでも自民しか選択肢がない状態に置かれてるんですけど、自民の中にとんでもが入ってんねん。民主主義は数で勝負やから、うまいこと仕掛けてきて、自民の票を割らせようとしてんねん。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中も、それに加担してる。多分きっと自民の票を割らすのが使命やねん。保守うるさい連中ってニュースオート運動やらされてんのかなって、ニュースオートに焦点を合わせると面白いようにニュースオートに繋がっていってん。稲田の智美を総理にしたいいうやつが、ブログやってた時 DM くださったんですね。稲田の智美ってその時知らんし、リサーチしたら、政教の家の信者であることが分かって、成長の家って水国用を始めましたで、チャリンチャリンうまいこと考えたなのところで、教祖の谷口さんが、ニューソートの哲学博士持ってんのよ。で、私、スピリチュアルウォッチャーやったから、スピリチュアルをありがたいものではなく、キモいものとして見てて、10代後半でニューソートの牧師さんの書籍一生懸命読んでて、これには感謝してんのよ。ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用。転職するときにミラクルが起こりまくって、潜在意識の活用ってすげえって思ってたんですね。20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから、行ったらキモーて。多分きっと新しいエイジ君やと思うね。ニューエイジ。トイレ休憩で帰ってきてからスピリチュアルウォッチャーやってて、スピリチュアル関連の書籍を読めば読むほど、ジョセフ・マーフィー先生の書籍だけに留めといた方がよくねとか思ってて、人に施さなあかんとかな。ありがとうの神様とか大嫌い。提唱してた人、セクハラおじさん、そんなんばっかり調べてた。この世にいないから言ってねんけどね。生きてたらよう言わんわ。保守の代表格の方が、クリスチャンサイエンスモニターにお勤めやったんですね。宗派関係ないキリストさんの日刊誌で、そこが T1 教の会と提携してたから、ニュースキャスターなさってた方、T1 教の会の千日クラブで発見してんな。あれ見つけた時から私はこの人の話は聞かないって、心のシャッターガラガラガラしちゃんやってんけど、クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎になった宗の教やってん。で、おそうめんが絡んでんのよ。自由なおそうめん屋さん。これは、ビヨンドシークレットっていう、ザ・シークレットも怪しいもんやで、を暴露した書籍に書かれてあってん。保守うるさい人たちって、自民の票を割らせようとしてきたやん。新しくできる政党を支持させようって頑張ってたやん。言葉による洗脳。私は、めんどくさいので、テキストも読まないし、映像で声も聞かないし、何言ってるか知らねんけど、日本で保守論客言うて活躍できる人たちって宗教系やんか。T1 教の会&お幸せ&天理のメディアで活躍してるんな。維新がクリーンな衛星とって思わせたんは文化の人放送局。あれ、天理の洋牧さんが社長やった時期があって、洋牧っていうのは信者さんのことやねんけど、最近天理のことをちょっと調べ出して、お供えの仕方が特徴的とか思いながら楽しく拝見してんねんけど、教祖の中山さんが最初漢字の名前やって、今はひらがなに変わってるとかは知っててんで。文化の人放送局って日経テレコンで調べたら、葬儀業、下に埋没準備とか書いてあって、怖ーと思ってんけど、お葬式屋さんのネット配信をみんなありがたく見てんねんな。先生、自民にも、天理の洋牧さんいらっしゃって、保守うるさい人たちが持ち上げている高市の早苗も、新聞赤旗によると、天理の洋牧さんで、天理平和の会、信者に要請言って、憲法9条守るようにお達ししてるみたい。2007年4月9日の新聞赤い旗に書いたってん。うちら日本国民は残念ながら自民しか選択肢がなかったんよ。資本主義と日米同盟だけ守ってりゃええ状態やねんけど、それを壊そうとしてんの。今現在の野党の連中と保守うるさい人たち。今回あからさまな敵が勝ってしまったことで、攻めやすく伝えやすくなりました。